日常演舞の食歌にようこそ。さて本日のこちら、ではごゆっくりお楽しみください。キラッタリーズコーヒーのほっこりお芋ラテを飲みたいと思います。いい色ですね。大学芋をイメージしたのでしょうか。これは甘くて飲み応えありそうですね。それでは、飲んでみます。お芋の味が結構しっかりあって、それがクリームとともにコーヒーラテの中に混ざって、結構ほっこりとした甘さを感じることができて美味しかったです。お芋スマイルが好きな方にはぜひお勧めしたいですね。というわけで、こちらのほっこりお芋ラテは6人とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。ゲームします。チャンネル登録よろしくお願いします。こちらスターバックスの新商品4点を食べたいと思います。こちらは栗尽くしのモンブラン、シューカップチョコ&ストロベリー、トリプルエスプレッソラテ、そして今回の大本命の焼き芋フラペチーノ。モンブランと並ぶと秋を感じますね。これは美味しそう。いっそ先日タリーズの焼き芋ドリンクを飲んだんですけど、それとはまた違った美味しさがありそうですね。それではモンブランからいただきます。モンブラン好きなんだよね。去年とはまた違うな。では続きましては、9カップチョコは以前の時も食べましたので、今回は期待の新生ストロベリーからいただきます。続きましてはトリプルエスプレッソ、開けた瞬間にいい香りがしてきました。ではラストは焼き芋フラペチーノ、今回の大本命。果たしてどんな味なのかな。お、いい感じに黄色くなってきました。それでは飲んでみます。栗の甘さがメーストでも果肉でもバッと口の中に広がってきて、美味しかったです。秋を感じましたね。で、あの収穫チョコ&ストロベリーです。で、そのストロベリーはイチゴの甘酸さが噛んだ瞬間にふわっと広がってきました。で、クリームもしっかり甘酸っぱくて美味しかったです。で、トリプルエスプレッソだと結構苦味の強い大人向けのラテ、苦いコーヒーがすごくおすすめですね。で、焼き芋フラペチーノですか。お芋の味は確かに感じられましたね。ザクザク食感もいいのですが、タリーズのものに比べると氷が入ってくる、若干そっちに気を取られてお芋が薄まってしまっているのは残念でしたね。お芋のドリンクだったらタリーズの方が良かったかなとも思います。というわけで、この焼き芋、今回の中だと一番美味しかったのは、食べ物はこのもう栗尽くしのモンブラン、飲み物だとこちらのエスプレッソラテの方は良かったですね。というわけで、この両者を代表、それぞれ代表として同じ5点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。